こんにちは。本日久しぶりに島パトに行ってきました。久しぶりだったので嬉しくって6点購入してきました。コアラナ太陽さんのパーカーも欲しかったんですけども、私が行った店舗では取り扱ってなかったのですごく残念でした。まず1点目はムムさんの本日発売のスカーチョです。一見スカートに見えるぐらいボリュームのあるスカーチョです。ドットの他に花柄もあってとっても迷ったんですが、不規則なドットが大人可愛いなと思って久しぶりに大好きなドットを購入してみました。ウエストはぐるりと全部ゴムで、絞り紐の先には金具がついています。両サイドに深めのポケットがついています。便利ですね。軽くてさらっとした生地なので真夏でも快適に着れるんじゃないかなと思います。 T シャツと合わせてカジュアルに着るのも可愛いですし、素材的にきれいめな洋服と合わせるのも素敵だと思います。サイズは ML、LL とありまして、私は M サイズを購入しました。税込み価格1639円です。ドット柄 M サイズの品番は5551963です。ポリエステル 100%、 洗濯機で洗えます。それでは後ほど試着してみますね。2点目もムムさんプロデュースの商品で、今年2月に販売されて大好評だったベルトスニーカーがよりスタイリッシュになって再登場しました。ムムさんのロゴクロスゴムスニーカー、税込み価格1969円です。とっても軽いです。重量は約 206g だそうです。軽量スニーカーなのにそこに厚みがあるので美脚効果があると思います。2色展開でブラックの他にベージュがありました。サイズは ML、LL とあって私は LL を購入しました。品番は1480535です。靴のサイズは24センチなんですけども、ちょっと L サイズだときつかったので 24.5 からの LL サイズを購入しました。島村さんは靴下も豊富ですよね。とっても可愛いのを見つけて思わず購入しました。税込み価格319円で、品番が4461132。これは1足しかなかったんですよね。他のカラーもあったんじゃないかなと思って、また今度見つけたら買い足したいですね。4点目はフラッシュブルーのバックロゴ T シャツです。今年っぽいカラーロゴのショート丈の T シャツです。最近は長い丈の T シャツが出ていたんですが、ショート丈も新鮮で可愛いですよね。大きめのバックロゴ可愛いですよね。ショート丈なので足長効果が期待できますね。こちらなんとワンコインで購入できるんですよね。びっくりですね。綿 100% です。2色展開でホワイトの他にブラックもありました。サイズは ML で、迷ったのですが、身長 160cm の私で、ちょっと今回ショートだけだったので L サイズを購入しました。今ご紹介しました4点、こうやって合わせてみても絶対可愛いですよね。後ほど試着してみますね。5点目は TC スムースレース切り替えタンクトップ、税込み価格330円、中黒の M サイズ、品番は5217155を購入しました。300円は安いですよね。インナーとして購入しましたが、生地がしっかりとして、あとレースでとてもおしゃれですし、もう迷わず購入しました。色はホワイトもありました。
6点目は HK ワークスロンドンのハーフ丈の部屋着のパンツ購入しました。見た目もテロンとしていて絶対に履き心地がいいですよね。紐も可愛くってついつい購入してしまいました。近所なら出られるって書いてあったので、ポケットも両サイドついていますし、コンビニや犬の散歩などにはこれで行こうと思います。とっても涼しそうですよね。スリットがついています。 M サイズを購入しました。税込み価格979円、品番は 374-1698 です。はい、それでは今から試着してみますね。手持ちの洋服と合わせてコーディネートしたいと思います。フラッシュブルーのバックロゴ T シャツにムムさんのスカーチョ、ムムさんのスニーカーを合わせました。スカーチョはすごく履き心地がいいですね。ヘビロテ間違いないと思います。スニーカーもとっても楽に履けます。HK ワークスロンドンのハーフ丈のパンツを合わせました。もうすごく楽ですね。一度履いたらもう脱ぎたくないって感じで、サラサラでとっても履き心地がいいです。スリット入ってますね。すごく動きやすいです。本日購入したムムさんのスカーチョに、以前購入したムムさんのプルオーバーとオシレーナさんのパンプスを合わせました。ムムさんのプルオーバーとても安かったんですけども、大活躍していますね。久しぶりのスナパと、とっても楽しかったです。今日は比較的空いていました。以上です。少しでも良いと思ってくださったなら高評価をチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。